いいですか、一発目いきましょう。すげえうまそうですね。いやすごいですね。もうなんかもう入ったか景色違うですよね。いや癒されるね、本当に。日帰りって相当タフですよね。日帰りってなかなかないよね。何の話してるんですか。ちょっと俺も周り見ちゃうから、ちょっとあの前みんなで見ましょうね。本当に事故っちゃう。すげえじゃねえ、あのやつからね。どんだけ低賃金なんだユニコーン見始めて、もうこれなんかガンダムですか。シャアが乗ってる機体なんですよ。シャアって言っていいのかあれですけど。でもすごいのはさ、ユニコーンガンダム、本当主人公の機体がさ、はい、でこの8800円なんですけど、こっちのこの感じで、こっちの方が人気なんだろうね。敵の方が人気あると、シャアって敵だなと思って、僕はあまりちょっと疎いんですけど。かっこいいんですよ、シャアは。僕の上司ですから。もう理想の上司だよ。シャア専用ってのはバルガスじゃないの、各家電コーナーね。それほどもみんなリスペクトしてるんですよ。シャア。すいません。え、最初お嬢様を狙えっていうセガサターンの。結構狙いじゃない。お嬢様を狙いますよ。まあ、推奨年齢18歳以上で、まあ、ちょっともしかしたらちょっとワーオっていうシーンがあるかもしれないですけど、はい、そこまでじゃないですけど、裏面も別に、まあ、多分全然必要なんですけど。あー危ないな。はい、ただこれ総合の時の結構も出てくるかな。真ん中にちょっと欲しかったですよ。あれこれって俺買ったっけ。それ買ってないですね。買ってない。それ高いやつなんで。これでもすげえ面白そうなんじゃないですか。面白いですよ。これ面白い。面白いですよ。貸しましょうか。あ、ある。私家になりますよね。すごいね。何でもかんでもある。ガンバレゴエモンはその発売した当時はずっと買ってましたからね。さすが。大好きだったから。お願い、復活させてください。いや、あのさ、なんかやばい。嫌いじゃないの。ちょっとかけ返しそう。かけ返し。あのさ、こうなんかこんな感じで裏をなんかガチ。うん、ガチをなんか思い。え、それなんかすごい。これ個人のもんね。あのプレフェッション3ワンもできますね。懐かしい。携帯電話ケーブル対応ですよね。いや、こんだけ古いんだよ。いや、すごい。こんなことを昔やってたんだね。すごい画期的だったんですよ、絶対当時は。ね。え？今のスープラーで鈴木なんだっけ？いや、多分違うじゃないですか。鈴木はこんなんどこに。面白いかどうかわかんないですけど、なんかジャンクの方が本当に多いっていう、ね、面白いですよね。こっちよりもジャンクの方が多いのが珍しいですね。てかさ、この色の焼け具合がすごいね。元は黒だった。あれ黄色じゃなかったっけ。黄色だっけ、あ、そうだね。黄色がもう本当に絶対絶命ですよね。ああ、やった時はまさか買うことない。
世代だったけど何やらなかったの。ハイガー、俺もやらなかった。面白そうですよね。うん。なんかすげえ、この頃、この頃じゃないですか。お邪魔して。そうだね。あとはプレイステーション2が使えるから。2使えるからね。視野が広がっちゃったんだ。ねえ。もうライバル増えたよ。どんどんちょっと言った。いやー、お疲れ様でした。お疲れ様。いやー、回れましたね。回ったね。いやー、ほんとなんか一時はちょっとどうなるかなと思ったんですけども、なんとかあの3店舗3店舗で3箇所まあ、他にも回ったしね。回りましたね。で、今回はでもいろんな、なんかその観光もできましたね。そうだね。だから本当にいい、なんかあのハードクン巡りになりましたね。あの、ちゃんとご飯もちゃんと食べれたし。そう、そうなんですよね。いつもだったらあのマックだったのが、あのちゃんとしたご飯が食べれたっていう、ね、地元のね本当に最高でしたね。もうこれですよ。これですね。これがベストだね、やっぱり。やっぱこういう旅をね、結構していきたいですね。できる限り。できる限り。じゃあそれでは日帰りで、飛行機の手帰りましょう。それでは、バイバイ。